札幌市東区の開成小学校で行われた運動会、どんな感染対策を行っているのか見せてもらいました。朝保護者がグラウンドに入る際、何かを渡しています。これは検温記録表。このようにお知らせの手紙に検温記録表をつけて、応援する保護者の健康状態も確認します。これから運動会低学年の部を始めます。まず開会式、児童たちはマスクをつけ間隔を空けます。それにしても児童の数が少ないように見えますが、実は密になるのを避けるため、運動会は2学年ごと3つの時間帯に分けて開催。初めての運動会頑張るぞ、えいえいおー。選手宣誓を行う1年生、こちらも間隔を空けて1人ずつ順番に初めての運動会の決意表明です。続くラジオ体操も間を空けてマスク着用。見守る保護者たちは、踊る練習は毎日してたので本人も張り切ってたんで良かったんじゃないかなって。保護者の足元には何やら白線で四角く区切られていますが、実はこれ応援するときに立つ場所を示したもの。長さ2メートルになっているんです。この中で応援すれば自然にディスタンスが取れるというもの。しかしグラウンドの外には何やら人だかりが。フェンス越しからなんですけど、でも実際に見れてよかったです。ちょっと写真を撮ろうとするとフェンスが入りそうで難しかったですけど。この小学校では密を避けるために校内での応援を各家庭1名に限定。そのため残りの家族が一目でも雄姿を見ようとフェンスの外に集まっていたのです。そしていよいよ競技開始です。子どもたちはマスクを外して開成ソーランのスタート地点に移動。そこでも1メートルほどの間隔を空けます。演舞中、子どもたちはマスクを外していますが、一切声は出しません。ちなみにつけている手袋はあくまで演舞のための小道具とのことです。続いての競技はかけっこ。少しでも見やすい場所へとゴール地点に移動する親の気持ちはコロナ前と変わりませんね。 1,2 年生は50メートル走、もちろん走る時にもマスクを外します。ゴールした児童はパイロンにタッチ。今のかけっこのゴールってテープを切らないんですね。ゴールした児童たちは待機場所へ。さすがに全力疾走した直後なのでマスクをつけるのは苦しいようです。札幌市教育委員会ではコロナ時代の運動会として新たな競技の形も提案。こちらは玉入れ。お互いに距離を取って中心に投げる形に変更。入ったエリアで点数が変わる仕組みです。こちらはリレー。一斉に並んで走るのではなく対角線上を走ります。そして大玉リレーはブルーシートを使い接触を防いでいます。この小学校の 1,2 年生の種目は演舞とかけっこだけ。種目を絞ることで接触時間も短く、運動会はわずか45分で終了しました。
コロナ時代の運動会なかなか大変そうでしたが、東瀬先生はどう見ました？いや、一生懸命いろんなこと考えられてまして、うん、まあ、これなら大丈夫だろうなというような感じで見てましたけれどもね、はい、ただ大変は手間がかかってすごく大変だろうなと思いましたけれども、はい、そうですよね。全国に目を向けるとさまざまな工夫で行事を行っている学校があります。まず京都府亀岡市の聖徳中学校では地元サッカーチームのサンガスタジアムを借りて文化祭を行いました。2万人のスタジアムに対して生徒数は350人、スタンドで十分な距離を取って毎年恒例の吹奏楽部の卒業演奏や全校生徒での合唱、学校や教諭に関する丸×クイズなどが行われました。スタジアムの協力もあるってことですよね。そういうことですね。また栃木県那須塩原市の東小学校ではコロナ禍で修学旅行に行けない状況で児童たちからの発案でテレビ番組で人気の逃走中を実施。サングラスに黒い服。あ、そうなんです、まあ、黒い服装とサングラスに身を包んだ保護者や職員から子どもたちが校舎内を逃走するゲーム、ね、左端の子嬉しそうですもんね楽しそうですね。廊下を全力疾走で逃げ回り、修学旅行に行けなくても一生忘れられない思い出作りができたということです。もちろんね、コーナーや階段など危険な場所は歩くというルールの中で行われましたのでご安心ください工夫されてますよね、うん、先生、こう全国でいろんな取り組みありますけど、はい、やっぱりこういろいろと感染もこう1年10ヶ月ぐらいになってきてだいぶポイントっていうのは抑えられてきてるんですかね。そう思いますね、うん、初めの頃は本当に何も分からなかったんで、うん、まあ、ちょっと極端やりすぎのぐらいの感染対策をしてたんですけど、まあ、ここまでは大丈夫だろうみたいなのがだんだん出てきたので、はい、うん、そういう意味ではそれはちゃんと逆に言うとそれが基本になるっていう感じになりますから、はい、そこのところは抑えられてるんじゃないかなと思うんですね。いやでもこれアイデアひねりやす先生も大変ですね。そうですよね、はい、自分の子供が通ってる学校は保護者一切見れなかったんですけど、はい、その分ライブ配信してくれて、はい、あ、そうですか、はい、本当ありがたかったです。生徒たちにとってもね、もうちょっとでもこういうイベントができたらいい思い出になりますよね。モンスケ調査隊でした。